皆さんこんにちは。健康と美容をお届けするオフィスまゆみのマナちゃんです。イエーイ。はい、今日はですね7月31日、7月終わりますよということで、まあ別に特に意味はないんですけれどもはい、今日はですね腸内、私がやってる腸内環境を整える、やってることが毎日ありますので、まあもうみんな知ってるかもしれないですけど、初めての方もね多いと思いますので、はい、腸内環境は体にどれくらい、ね、影響するのかっていうこともお話ししていきたいと思いますので、ぜひ動画最後まで見てください。ということで、もうね、なんかこの間私もなんか SNS 見てた時に、なんかモデルさんがやっぱり腸内環境を整えないと綺麗にもなれないし健康にもなれないみたいなことを言ってはって、あ、結構皆さん腸内環境を整えるってことはもう知っているんだなってなんとなく思いました。で、なんか健康にね意識が高い人とか美容に意識が高い人はそうやって知識あるんだなっていうのをねすごく知って、私もひとりさんやね、まゆみ社長に出会って、このねサプリメント、オフィスまゆみでサプリメントをね私も飲むようになってから、一番は本当に腸内環境を整えることだよっていうのを最初に教えてもらいました。はい。で、それまでは全然そのなんか腸内環境みたいな感じだったんですけど、本当に今もうね日本中、世界的に、世界は分かんないですけど、日本のみんなが、あ、腸内環境って整えた方がいいんだっていうことをね知るようになって、本当にすごいなと思います。はい。で、ひとりさんと私はねまゆみ社長と教えてもらったことがあって、腸内環境を整えるとまず血液が、体に流れている血液がきれいになるよ。で、この血液がきれいになると細胞、私たちのこの細胞さんがきれいになるよっていうことを教えてもらいました。はい。で、なんかやっぱね毎日いろいろなもん食べてると、なんだろう、便秘になる人もいれば、何かね病気になっちゃう人とか、はい、あと体調を壊しちゃう人とかいらっしゃると思うんですけど、まずはそんな人でも腸内環境を整えて血をきれいにして細胞をきれいにしたらね、まあどんどんと健康や美容に自分のね体が近づいていくんじゃないかなと、私も実際に自分が腸内環境を整えて思うようになりました。はい。で、もう昔からね知ってくださってる方は、本当に私顔にブツブツできてたりとか便秘やったりしたんですよ。で、お水も全然飲まないタイプで、まあね、昔はねやっぱ、まあ、若いっていうこともあったので、なんか、まあ、病気もせずにいけてたんですよ、うまくでも本当にその頃にひとりさんやまゆみ社長とかね、ひとりさんが作ってくれたサプリメントに出会えて本当に良かったなって今思います。はい。なので、もうなんとなく感づいてる方はいらっしゃると思うんですけど、私はの腸内環境を整える活動はもうこれ一つです。ひとりさんがですね作ってくださった噛みましたけど、作ってくださった銀座マルカンのサプリメントを毎日飲むっていうことしかしてません。はい。まあちょっとなんか最近野菜足りひんなとか思ったら野菜食べたりとか、あ、なんか最近ヨーグルト食べたいなって思ったらヨーグルト食べたりとか、なんか定期的にそういう風に思いつくことがあるのでそういう時に、まあ、買って食べたりしてるんですけど、はい。なんかまあそれは人それぞれ、こう習慣にしたい人もいれば、ね、思いついた時に食べようって思う人もいると思うんですけど、でもなんか一般的には野菜、食物繊維取ったり、乳酸菌ですね、
あのヨーグルト系ですねを取った方がいいよっていうのは言われてるので、なんかそれも私はひらめいた時に飲んだりしてます。はい、で今ここに私が飲んでるひとりさんのサプリいっぱい持ってきたんですけど、ちょっと映ってないですけどね、あのひとりさんの銀座マルカンのサプリのすごいとこって、なんと大体どの商品にも腸内環境を整えてくれるような成分が1つ2つ3つ4つそのサプリによりますけど絶対に入ってるっていうことを、あの今までも分かってたんですけど、実際に後ろのね成分ちらっと見た時に、あ、入ってるなということを先ほど気づきました。はい、で本当にひとりさんもまずは健康は腸内環境だよっていうことを、腸内のね環境を整えることだよって言ってくれてはる通りで、本当に1個ずつ入ってました。あの、まあ、まずこの私が毎日飲ませてもらってる青汁、ゴッドハートダイエット浄化青汁、これはもう基本なので、青汁なので、まあ、食物繊維入ってるのでね、腸内環境整えたい人がおすすめの、 あのサプリ青汁だったりするので、まあ、これは絶対入ってるやろうなと思うんですけど、今人気の水素若々美人にも入ってました。まあで少しそのサプリによって量は違ったりとかすると思うんですけど、多分あのこれだなっていう成分、海藻カルシウムとか入ってたりするので、何かしらその腸の中をこう整えてくれるようなものが入ってるんじゃないかなと思います。で私も知識がないので、あのこれかなっていうところしかないんですけど、きっとこれも水素若々美人にも入ってるし、最近ねこの食べ過ぎた時に私は飲んでるんですけど、この、ヘルスリーダイエットにも入ってました。はい、食物繊維が入ってましたので、何かしらの腸内に環境に整えてくれるもの入ってるんだなって思います。これにも入ってましたし、私がもう本当に愛してやまない歩き元気はい、これも、ビフィズスキンかなあが入ってたと思い、ビフィズスキン系が入って、ビフィズスキンが入ってるので、これもやっぱ腸の何かお助け入ってるし、で、あとジャクジンさん、すごいジャクジンにも、そのねサプリによって量は違いますけど乳酸菌末っていうのが入ってたので、あ、これも素晴らしく入ってる。はい、それから私が飲んでる、さっき買いましたが、水流さんにもね入っております。なのでやっぱりひとりさんのサプリメントって全部私も見てないので、自分のね飲んでるものしか見てないですけど私が飲んでるものを見る限りね、腸内環境にをサポートしてくれるようなものが入ってたので、よっしゃー、やっぱりすごいって思って、今日は私のね飲んでるサプリを持ってきました。で他にも家でパニウツ元気とかも飲んでるんですけど、あのパニウツ元気も未来の青汁、パニウツ元気っていうぐらいなので青汁が少し入ってたりするので、やっぱり腸内環境を整えるもの入ってるなっていうのでね、あの本当に嬉しく思いました。何で私が喜ぶねって感じですけど、あの本当に嬉しいなと、自分がね飲んでるものがしっかり腸内をね整えてくれるように、ひとりさんやっぱすごいなって改めて思いましたので、なんかあのこの動画見てる方で腸内環境整えたいなって思ってる方でも、もうあのね、まあこれを言ったらあれかもしれないですけど、マルカリのサプリどれでもいいから1個は飲んどいた方がいいなって思いました。だってこの 1,2,3,4,5,6 個6種類飲んでるもの持ってきたんですけど、全部にね何かしらサポートしてくれるもの入ってるってことは、やっぱ1個ね、は絶対飲んどいた方がいいなっていうのを思いました。はい、なのでもう本当にね、まあ、毎日私たちひとりさんが作ってくれた商品を配信してるぐらいなので、もう大好きでね、もうなんかないと不安なぐらい
になってきましたけれども、はい、ぜひですね、何かあのこの見てくださってる、ね、先の方だったり、まあもう大体ねオフィスまゆみのチャンネル見てくださってる方はひとりさんの商品いただいてますっていう方多いんですけど、なんか初めての方でもぜひね何か一つ挑戦してみてほしいなと思って今日は動画を撮りました。はい、なのでもう本当にね全ての体の体調は腸内環境が基本ですので、はい、じゃあそしたら何したらいいのって言ったら、私はサプリ、ひとりさんのサプリを飲んでますっていうことを今日は一番に伝えたかったです。はい、なのでぜひね迷ってる方、気になる方は概要欄のマルカンのお店かオフィスまゆみにお電話くださったら、いろんなね商品あったりするので、ぜひぜひ挑戦してみてほしいなと思います。はい、本当にね皆様が、あ、私はこのこれで腸内環境を整えてますっていうのがあったら、ぜひコメントをしてみてほしいですし、ひとりさんのサプリでもいいしね、他でやってることでもいいので、ぜひ私も勉強になりますのでコメントしてみてください。はい、ということで私がやっている腸内環境を整えるのはひとりさんのサプリを好きなように飲んでるということでした。はい、もうこのオチが伝わった人は、途中から伝わった人もいると思いますが、温かく最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録お待ちしております。はい、今日は最後までありがとうございました。感謝してます。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？ここからはまなちゃんからの追伸です。体の栄養は毎日必要です。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。6ヶ月続けるだけ、一生の友としてお付き合いください。オフィスはあなたの健康を全力でサポートしてます。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。続けてみましょう。なんとかなる、なんとかなる、そして